リミッツジャパンファイナル決勝戦を開始いたします。赤コーナーより JB スタイル入場です。世界最速の異名を持ち、スピードとクオリティは圧巻。命は有限だからこそ速さが命。その言葉の先に優勝の命を見据えている。世界も注目するデジタルアート界のスピードスターから目を離すな。名古屋代表 JB スター。続きまして、青コーナーよりリタ J 入場です。そのあふれるユーモアからコメディアン、イラストレーター、絵本作家として活躍。お笑い企画で初めて触ったデジタルドローイング技術とその豊かな才能に脱帽。前回大会チャンピオンとしてポップ&ドライを貫き連覇なるか。東京代表チャンピオン、リタ J。 はい、とうとうやってまいりました。デジタルアートバトルリミッツ決勝戦でございます。はい、というわけで行きましょうか。そうですね。はい、意気込みを行きましょう JB。 いやもうチャンピオンとここでね、こういう場で戦えるとは思ってもいなかったのは一昨日までで、一昨日これ一緒に戦ってるんですよ、記者会見のこのリミッツの告知の向けての。ほんでそこではあの惜しくも負けてしまったんですが、まあ胸を借りるつもりで、俺は本当ライブパフォーマンスに特化してきてるので、それがどこまでこのチャンピオンの持つセンスに勝てるかどうかの、自分の中でも次の目標でもあるような、なんかそのを見つけれたらいいなと思って全力でいきます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ではリタ J さんもお願いします。リミッツに参戦した、きっかけが、まあ、僕は東京で活動してるんですけどね、いろんな日本の窓が広いところで、関西のイベントというからには関西圏とか他のところで活躍されてるアーティストの方と、いろいろと交流したい、そこから学びたいと思ってました。で、前回の大会で出会った方で、この方すごいっていうか、特にたくさんいる中でも特にやはり吉岡聡さん、上田バノンさん、そしてJB スタイルさんです。この3人の方といよいよこうして試合ができるということ、とても緊張しておりますが楽しみです。よろしくお願いします。いやでは早速いきましょう。ブーさんのコイントスによるカテゴリーセレクトです。決勝やりたくないよ俺。ブーさんにもプレッシャーが。じゃあ改めてもう一度、さあどっちでしょうか。赤です。ということは JB スタイルさん、はい、カテゴリーを決めてください。JB スタイル、どれでしょう。スポーツでお願いします。スポーツ来ました。はい、あえて突っ込みましたね。スポーツ行きましょう。それではテーマ決めです。ルーレットスタート。はい、 JB スタイル、写真判定、そしてリタ J さん、あーあー、ここで聞いたー、リミッツらしさが出ました。いきましょう。さあ準備してください。まさかの決勝戦で、さあ二人ともリミッツを突破しろー。さあリミッツジャパンファイナル決勝戦でございます。はい、テーマが写真判定定食定定定、はい、またここで余計なこと言うと怒られますので。そうですね。はい、まあすげえ、もうこの二人だったらどうアレンジしてくれるというか、どう料理してくれるのか、はい、楽しみでございますけど、そんなバトルを
盛り上げてくれるのは DJ 東吉郎、ミュージックドバイわさび回せ。さあ、いよいよ始まりましたリミッツジャパンファイナルの決勝戦。前回大会ベスト4の JB スタイル VS 前回大会優勝のリタ J の組み合わせとなりました。解説はアドビクリエイティブクラウドエヴァンジェリストの中尾さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、テーマ決め、本当にジジを選んだらですね、あと一つだけだったんですけれども、ここで JB スタイルさんがスポーツを選んで何が残っているのかなとチェックしたところですね、定食が残っている、非常にこれは料理がしづらいと思っていたところ定食が来てしまった。そう、今回のテーマは写真判定定食。いやー、来ましたね。はい、定食、もうこのテーマが決まった瞬間にですよ、もう審査員の方々もですね、爆笑です。どういった作品に仕上げてくるのか。まあ、定食好きなのかもしれないですよね。そうですね。そしてもう早々とですね、リタージェンさんが定食的なもの、片や JB スタイルさんはなぜにこれをといった感じでですね、非常にどういった展開になっていくのか全く想像もつかない感じですけれども、さあではここでですね、この方々も本当に楽しみながらですね審査をされているということでですね、審査員の方々それぞれに期待するところ見どころなどなどを教えていただこうと思います。ではまず玉木さん、よろしくお願いいたします。はい。もう声がですね、その期待に現れて、ボリュームが、ね、いやー、この2人やっぱりね、エキシビションありましたけど、この最後決勝最高の舞台 でもうここに至るまで2日間で激しい戦い、一体いくつの定食を変えてきたのかというところでここに来たって、いやもう JB さんの技とリタさんのアイディアだけど、お互いその自分が持ってない技もアイデアも両方あるんですよね、うん、だからここでもうどんな境地に達するのかもう本当楽しみです。楽しみで仕方ありません。そうなんです、あの記者会見もね、あの作品を描かれてということで、ただいまですね5つの作品を書き上げていると、書いている最中ということで、まあでも実際ですね、もう本当に頭を使うので疲労感でいっぱいかなと思いきやですね、先ほど玉木さんおっしゃっていましたけども、乗ってきているということで、それがどう作品に影響するのか非常に楽しみであります。さあ、皆様方にも聞いていきましょう。ロレンツォさんもどういったところに注目されていますか。はい、僕も声出してみたんです。ありがとうございます。そうですね、もうリータ J は定食のプロになってるんじゃないですか。ただ僕もデザイナーとして何回も同じことを書くのはメンタル的に結構つらいです、うん、ですのでどんなデザイナー見せてもらえるかどうか結構気になってますと。 JB スタイル、逆にこれ難しいですね。どんな女性がいるかどうか僕もまだわからないんですけど、どんな女性を見せていただけるかどうかまだちょっと楽しみですね。そうですね、 JB スタイルさんといえばですね、セクシーな女性ということで、それを作品に出してくるのか気になるテーマではありますけれども、やはり同じテーマが出てくる、それは非常にアーティストにとってもなかなか悩ましげなところということで、なるほど、ロレンスさんありがとうございました。さあ、まもなく時間は辞職5分経過を告げようとしております。元吉さんにもコメントいただきましょうか。お願いいたします。はい、またも定食かって感じですけども、もうリタさん大変ですよね、アイデアが、うん、JB さんは前回のリミッツの時は思ったほど得意の女性をあんまり書いてこなかったんですが、今回はもう書きまくってるので、はい、今どうやら車を変えてるっぽいですけども、まあ、ここからどういうふうに
そうですね、もうおおよそですね、時間が4分の1を、5分の1ですか経過しようとしておりますけどもね、まだまだどういった展開になるのかが全く予想できません。さあ塚田さんにもお話を伺いましょう。はい、とりあえずはいだけ言ってみました。はい、いやこれ難しいですよね。本当に見てる観客の皆さんもニコ生見てる方もこの2人をそもそも勝ち負けが決められるジャンルではないっていうことは多分見ててわかるかなと思っていて、多分審査員私含め一同多分そう思ってるんじゃないのかなと思うんですけど、うん、まあここまで来たねこの定食っていう大喜利を、まあ、どういう意外性で返してくるのかっていうところの発想力もそうですし、ただ私たちまあ審査員のポイントで言うと何でしたっけ、色彩感覚、レイアウト、操作力、そして発想力っていう、まあ、やっぱり技術的なところも見ていくところもあるので、まあ、その大喜利感というかアイディア感とこう画もう絵を作る技術みたいなのがまあどう拮抗するかなっていうのがこの勝負の見どころかなと思います。これちょっと最後までわからないなと思っています。意外な発想力期待しましょう。ありがとうございます。さあそしてお二人ね、描かれているものを、なるほど、 JB スタイルさんも車というのはねもうわかりますけども、イーター・ジェーンさんはこれどういった感じに今ね書こうとしているのかがまだこちらでは伺い知ることができませんが、さあ審査員の石川さんにも期待しどころとかいうのですね、今思っていらっしゃることを聞いてみたいと思います。石川さん。はい、やはりまあ、リタさんはアイディアとか、まあ、その色彩感覚とか、まあ、ポップなところでまあ、今まで勝ち上がってきてて、 JB さんはやっぱりもう書ききるっていう、すごいそのなんていうんですかね、こう覚悟みたいなものが伝わってくるんで、そういったところと、相反する2人がどんな戦いになってどんな作品がなるのか、上がってくるのかっていうのがもう本当に、まあ、予測不能、まあ、まさにもうこういう、まあジャンルの人たちが、まあ、こういう戦うっていうのはもう本当にリミッツならではなんだろうなと思うので、まあ、みんなさんも静かに今息を飲んで、もう見られてると思いますんで、もうとにかくこう、まあ、勝負っていうのはあるんですけども、どんなものが2人が仕上げてくるのかっていうのを本当に、まあ、楽しみに、待ってたいなと思います。もう見てるだけでも本当に手に汗握るんですよね、お二人のバトル。もうすでに私の手のひらもじんわりと汗ばんできているわけなんですけども、楽しみに待ちましょう。石川さんありがとうございました。中野さん。はい。さあまず JB スタイルさんがですね、今ちょっとこうアップ目に車を書いてということで、ですので寄ってですね、もう一つのアイテム今書き出しているところですね。そうですね、まあ、JB スタイルさんも、リッタ J さんもですね、それぞれのスタイル、まあ期待されてる期待する、への、スタイルっていうのが、まあ、固まってらっしゃる方々でして、うん、まあ、その中において JB スタイルさんが今書いている、まあ、トーンタッチっていうのはもうまさに JB っていうところですよね。はい、ただこのリミッツのですね、まあ面白いところというかですね、このお題目が直前に決まるということで、これを抑えていかなければいけないと、うん、まあ、今回のバトルの場合は、まあ、過去の JB さんの作品を見てるとですね、まあ、おおよそ定色とは結びつかないような、うん、スタイルでもあるわけですから、まあ、なんていうんですかね、一体 JB さんが定色を、はい、どう表現するのかっていうところがすごく大きなポイントになってきます。うん、で JB さんもいつも、ね、驚かせようっていう気持ちがいっぱいですから、まずは自分の JB さんらしい絵から、しかも全くなんか定色を予期させないですね、ところから入ってきて今こう書き込んでいってるわけですよね。これ最終的にどう驚かしてくれるのかなっていうところですね。意外性ですね。はい、かたやね、リタさんはもう今日
定食いくつ書いたんですかね本当に定食っていう、もう定食のプロになってるわけですよね。ロレンソさんもおっしゃってましたけどもね、はい、でまさにその定食のですね、主要なパーツである、まあ、味噌汁と白いご飯から書いてましたけども、はい、はい、やっぱりここはストーリーで見せてくるというですね、まあリタさんの最も、得意とするところで、まあ、書き出しているというところですね。そうね、そのリタジェンさんがですね、写真判定といえばというアイテムを今キャンパスに書き上げました。そうですね、うん、テクニカリーなところでいけば、まあ、あのお二方とも、イラストレーターというツールを使ってますので、はい、まあ、あの線画ベースのというかですね、まあ、あのドローイングという形になっていきます。まあ、どんなに大きくしても綺麗なラインが出るというですね、まあ、イラストレーターなんですけども、はい、ただ、お二方の絵のテイストはもう真逆といっても過言ではないですよね、うん、全く違うテイストの絵となってきてます。使っているツールも、JB さんがもう鉛筆ツール出ました、鉛筆ツール、普通、まあ、なんかブラシとかで描いていそうな、まあ、あのタッチなんですけど、これを、まあ、鉛筆ツールで表現するというかなりユニークな、変態的なですね、使い方で、描かれている。これに対して、リタさんの場合はですね、今もうあのパネルがちょうど、ちょっと今見にくいですかね、あ、ズームインしてきてますけども、はい、四角とか丸とか楕円とかですね、うん、そういったものが並んでます。でこういった、まあ、あのあらかじめ用意されている、まあ、こう区形を書くと四角になったりとかですね、というような、ところの組み合わせで、形を作っていく、まあ、手法ですね、うん、まあ、あのカクカクしてるとかですね、ちょっと、なんでしょう、すごくアイコンチックな、感じの、まあ、あのトーンなんですけども、非常にあのその中にもですね、人間味が、感じられる、例えばあの目の描き方とか、ちょっとしたラインを入れることによってすごく人間味が出てくるというような、表現をされます、うん、それぞれの表現方法、ま、そして皆様お待たせいたしました、これはおそらく JB スタイルの女性でしょうかね。あ、出てきましたね、外せないですよね。ああ、非常に表情豊かな人物を今 JB スタイルさんが取り掛かっている最中です。そしてリタジェイさんは、これはそうですね、今作品をこう拡大して描かれているんでしょうかね。はいはい、おー、なるほど。リタさんの作品はあのすごくシンプルに見えますけども、実際にはあの書き込み具合というのは半端ないんですよ、うん、拡大していくとすごい小さいアイテムまで、きちっと作り込んでいてですね、うん、今これかなり拡大した形で、まあ、なんか柵の向こうに見える人がみたいな絵になってますけども、はい、これも、まあ全体の中からするとほんの小さなパートにしか過ぎないというところですよね。そういったところもですね、チャンピオンたるゆえんと言いましょうか。そうですね、緻密なところも仕上げております。中川さん、しかしですね、時間が経つの本当に早いですね。決勝戦なんですけどね、もうこんな時間なんですね。早いですね。さあ、時間を刻みます。辞職間もなく5分、残り時間5分になろうとしております。その段階で辞職のバックライトがブルーに点灯します。これは、両アーティストともにですね、視野に入ってくるということで、はい、来ました。これが両アーティストどう影響してくるのか、残り時間5分を切ってきました。さあ、ここからの仕上げ具合に期待したいスピードスターこと JB スタイル。
そして作品を書き上げた後の20秒のプレゼンテーション、それも込みの一つの作品になってくるプレゼンを出回るリタ・ジェイ。さあリタ・ジェイさんの書き方はですね、一応画面に外して置いといてまた持ってくるというような形をこれ取ろうとしてるんでしょうかね。そうですね、リタさんはこのコピーペーストで、そこをまたペーストしたアイテム、コピーしてペーストしたアイテムを変化つけていくというような手法を多用しますので、うん、はい、一旦画面の外に、コピーしたものを置いておいて、また戻して、こう変えていくとかですね、というような使い方で、このキャンバスの外側をすごく有効活用されます。外側から持ってきたもので皆を楽しませる、驚かせるリタ・ジェイさんのスタイル。さあ残り5分を切ったところで、各1分ごとに減るたびにですね、 G-SHOCKのブルーのバックライトが点灯し、大きな大きな音が出ます。残り間もなく3分です。お二方とも3分もあると、3分で作品を書くという能力を持ってらっしゃる方なので、はい、私たちが思う3分、の長さとですね、このお二方の3分の長さは違うとは思うんですが、ここはもうやはり、リミッツですから、うん、さすがにですね、あと2分だと思えとは言いませんけども、はい、最後の、仕上げのところをですね、ちょっとやっぱり意識しながら進めていってほしいですよね。ここに来てあーということもね、はい、泣きしもあらずですから、今回のリミッツ、その、ね、あのレギュレーションの変更から、最後のギリのギリまで攻めていくっていうことが多かったですから、はい、やっぱり最後、きっちり作品見たいですよね。そうですね、20分フルに使っての作品を仕上げてくるということで、残り2分です。おっと、ゼビさん、さあかなり拡大してこのアイテムをどう使うのか。全く予想ができない展開ではあります。やっとですね、残り時間2分切ってから、はい、まあテーマのなんか出てきたような感じですよね。ぼんやりとそういうことかと、見ているがもう本当に手に汗握る展開、歓声が上がってきてますけども、さあ残り1分となろうとしております。泣いても笑ってもこれで、チャンピオンが決まるということですね。そうですね、残り1分です。さあ G-SHOCK の数字は赤くどんどんカウントダウンに入っております。この今もう特に JB さんの手の動きは、こちらからもう見えますよね、ほら、はい、カメラ越しでなくですねものすごく動いてます。さあここで来てスピードスター本領発揮といっていった感じです。さあ残り30秒切りました。そして JB スタイルというサインが入りましたね。ここで来ました、リタ・ジェイさん背景を塗りました。さあここでしっかりと作品を見ることが、自然とカウントダウンが起きております。では MC のお二人よろしくです。いやー素晴らしい、二人ともお疲れ様でした。よっしゃ、鳥肌立っちゃう。さあ早速でございますが、はい、プレゼンタイムいきましょう。 JB スタイル、し
写真判定定食ということで、牢屋から抜け出した2人 の、 相方というか2人のコンビがですね、弁当を奪い合うんですけど、まあ、1枚になったやつしか食えないということで写真判定で、もう誰が食えるか、もうお腹ペコペコなんですよこの囚人たちは。誰が取れるか、車を使って卑怯者です。はい、ジェイビースタイルありがとう。そしてリタ・ジェイさんお願いします。史上初定食バトルの幕が開けました。どっちが先に食べているのか、それは写真判定に委ねられまして、勝者は青ではなりますが、これはただ飯を取り上げられた人の悲しみです。はい、お二人ともありがとうございます。はい、ありがとうございました。じゃあもう早速、そうですね、投票の方に移ろうと思います。決勝戦なんでね、はい、さあ皆さん投票お願いしますね。お手元とスクリーンに投票 URL をご用意しております、はい、QR コードでも読み取りいただけます。いいなと思った方のアーティストのボタンを押して投票をしてください。投票は一度しかできません、はい、また会場の左右のスクリーンには完成作品の方を表示しておりますので、こちらも合わせてご覧ください。はい、お願いします。そしてニコニコ生放送でご覧の皆さんもぜひとも、投票の方に参加してください、ブラウザの、ね、指示に従っていただければ、投票が可能となっておりますので、はい、ぜひその一票、重い一票になります。決勝戦ですからね、もう見ている皆さん全員が審査員です。はい、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、お願いします。さあ、みーさん、決勝戦となりまして、はい、ね、いや2日間にわたって俺たちもちょっと MC をやってきましたが、はい、まあ1回戦から始まり昨日ですね、はい、で数々の試合を見てきて、でみーさんもどん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 、はい、まあ分かってきたというか、うん、このリミッツとは何ぞやみたいな、うん、いうのも分かってきたと思うんですけど、はい、はい、1回戦から振り返ってみてどうですか。いやー、本当にこのデジタルアートバトルというのは、うん、なかなか他にはないバトルだということ で、ね、はい、私も実際にそのなかなか直接目にする機会がなかったんですけれども、うん、今回こうやって MC として担当させて、実際に皆さんの健闘をこうやってね、うん、見ることもできて、いや本当にこれだけ熱いバトルがここにあるんだっていうのが、もうその絵なんですけれども、やはりこのみんなの胸を熱くさせてくれる、そして何よりも興奮させてくれるし、うん、自由に想像もさせてくれるし、なんて素敵なバトルなんだろうっていうのがありまして、うんうんうん、これはもっともっとやはり大きくなっていきますね。はい、なりますね。いやいやいや、もう本当にですね、もう2日間もういつもですね、前回も含め2日間だったんですけれども、まあ1回戦からやっていくと、まあいろんなドラマがあり、ね、いろんなアーティストも出てきて、でどんどんね、新人さん初出場の人がどんどん出てきて、ね、ベテラン勢というか、そういうのをどんどん倒していくシーンとかも、本当に俺はその時代の入れ替えというも命の吹き替えというか、まあ、そういうのが、ね、見れていくのがこのリミッツだと思ってまして、はい、いやでもね、やっぱりどんどんなんですかね、2日目になって準々決勝、準決勝、決勝となっていくにつれて、なんでしょうね、こっちの構えもありますけれども、うん、時間が経つのが異常に早く感じる。特にこの決勝戦に関しては、そう、もう皆さん特に早く感じられたんじゃないかなと思いますね。そう、平野さんと中尾さんのコメントを聞いててもそうなんですけど、うん、あれっていう、まもなくもう10分経ちましたっていうのが、みたいな、こっちも、はい、ただ見入っちゃってるからすげえなーと思って、でも本当 ね、平野さんと中尾さんも決勝戦まで実況お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしかったです。さあ、投票の受付が終了しましたということなんで、はい、はい、審査員の方たちも、ね、はい、終了したということなんで、はい、ぜひ、じゃあ玉木さんからお願いします。はい、行きましょう。時間が早い早い、はい、いやもうでもね、この一番最後の大一番で、あの車を必死に描いてるってところがもうちょっとクレイジーですよね。もうどうするつもりなのかと思ったけど、でもやっぱり決勝なんでがっちりストーリーも出来上がってすげえな。でリタさんはもうこれだけ複雑な構成を
デザインがすごいんですよ。このややこしい絵がデザインになってるっていうのがもうすごいなと思う。素晴らしい戦いでした。はい、ありがとうございます。はい、じゃあせっかくなので皆さんに一言ずつお伺いしようと思います。そうですね、はい、ロレンゾさんもお願いします。はい、リタ・ジェイさん、やっぱりストーリーは面白いですね。とあとそのサラリーマンかな の顔はめちゃくちゃ面白い。さあよくできましたと思います。と JB のやっぱりなんか本当のリミッツっていうことの意味見せてもらいましたね。最初から最後まで、いや何作ってるの、なんか意味わかんねえっていう感じで、なんか本当に最後に最後の最後の最後、 やっとその弁当のディテール分かって、ああなるほどっていう面白さがあって本当にすごかった。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。元吉さんお願いします。はい、素晴らしい決勝でした。本当にリタさん定食ばっかり変えてきて、これだけアイデアが枯れずに出してくるっていうところのすごさと、それからやっぱり画面構成がね素晴らしかったですね。あともう JB さんはスピードスターの面目躍如っていう感じで、これを書き切ったっていうのはすごいですね。やっぱり定食をなかなか書かないんでちょっとハラハラしましたけど、まあそこも狙いだったのかなと思います。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では塚田さんお願いします。いやお疲れ様でした。すごい手に汗握る戦いでした。リタさんは本当皆さんおっしゃってる通りすごいユーモラスなこの世界観で、最後まで結構こうテーマをストレートになんか表現してくれたかなと思います。そして JB さんはもう最後の皆さんも見てましたけど、黄色いところなんかこうパシッてところの手の速さというか、あと玉木さんもおっしゃってましたけど、ここに来てこんな鮮明な車描いてる場合じゃないだろうっていうことをもう思って、もう服の柄とかどうでもいいからと思いながら、やっぱりそのね、石川さんもおっしゃってましたけど、絵を描き切る、一枚の絵にするっていうところで、テーマも合わせつつ、なんかその心意気にちょっと私はなんか感動しました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では最後石川さんお願いします。はい、途中審査途中、制作途中にも言わせてもらった通り、本当に、アイデアと、その描くっていう、作ると描くっていうところの2人の、なんていうんですかね、もう体を酷使したもう戦いに、もうすごい大きな拍手を送りたいと思います。審査結果抜きにして大きな拍手を送りたいと思います。審査どうなるか、ちょっと楽しみですけども、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、まもなく投票結果が、ね、出そうですけれども、素晴らしい2つが駆け上がりましたが、はい、どうでした決勝戦。いやー、もう JB さんにはもう驚きの連続だったっていうのもありますね。中継来たね、来ましたね、心の準備が。さあ皆さん、これによって2代目チャンピオンが決定いたします。はい、さあでは気になる審査員ポイントです。いきましょう。おー高得点。そしてネット、そして観客の皆さんの投票です。おおってことはどっちだどっちだ。うわあ、二代目王者 JB スタイル、おめでとうございます。 JB スタイル来た。いやー素晴らしい。じゃあ JB スタイル来ました。本当にありがとうございます。リタ・ジェイさんを倒さなかったらもうどんどんもう殿堂入りで出れなくなっちゃうんですよ。もう2回3回優勝するとリミッツが開催できなくなるんですよ。誰かがリタ・ジェイを倒さないとっていう、裏では仲いいんですけどそれを倒すのは俺しかいないっていうことで、みんなが負けて、みんなこれすごい暗い顔してるじゃないですか、ここに選手いるんですけどみんなのなんか敵討ちじゃないですけど、誰かがリタ・ジェイさんを倒さないと次が出てこれなくなるんですよ。リタ・ジェイさんもリミッツには必要なんで、だからもっと若いやつがリタ・ジェイさんを倒してほしいんですよ。で俺も倒してほしいんです。だから俺も負けないようにもっとスピードを上げるので、まだまだ俺準備も何もできてないままここに来ているので、まだまだ荒はいっぱいありますので、でもまた次のリミッツではさらに進化したところを見せますので、よろしくお願いします。勝負しに来てください。俺が JB スタイルだ。おめでとうございます。はい、
それでは惜しくも準優勝になりました、リタさん。いや、本当に素晴らしいの一言です。はい、やはり JB スタイルさんずっと試合見ておりまして、楽屋にいるアーティスト、まあ、それぞれお客様もね、当然だと思うんですけども惚れ惚れします。はい、この制限時間の中でこれだけのクオリティのものをかける、はい、僕は、いろいろと、まあ本まあ、コメディアンをやっているもので、はい、そちらの方が、歴が長いものでもうあんまりここから面白いこと言わないんですいませんけども、はい、コメディアンとしては20年ぐらいやってます。で、アーティストの活動としては10年少し、はい、前回の大会もそうなんですけども引き出しということで言えばその芸としての引き出しをよく使いました、はい、そして今回の2回目の大会出て分かりました、はい、アーティストとしてはまだまだなんで、はい、本当に皆さんの背中を追ってそして、赤い、ね、方々を受け止めるような形でこれからも頑張りたいと思います。おめでとうございます。お二人とも本当にお疲れ様でした。なんか 俺が泣けてくるわねえ。いや俺なんかいい仕事してるなね、みーさん。本当にいい仕事やらせてもらってますよ。ありがたい、呼んでいただいてです、ね、こんな感動の場にねこうやって立ってられるっていうことは本当に素晴らしいことです。はい、JB スタイル、うん、いやよかったよ、優勝おめでとうございます。おめでとうございます。そしてリタさん準優勝おめでとうございます。おめでとうございます。はい、それでは早速ではございますがこれよりですね、受賞式の方に移りたいと思いますね。はい、はい、じゃあ今日、ね、そして昨日と激闘を戦った勇者たち、ね、再びご登場いただきましょう、はい、今ですねちょっとですねセッティングの方を変えていきますんで、まあ皆さん、これより、アーティストが全員登場します。はい、でそこから表彰式に移っていくと思いますので皆さんぜひ写真なども全然撮っても大丈夫ですので、ね、うん、お祝いの言葉もぜひお願いします、はい、で最後の最後でですね、まあ、授賞式終わって全て終わった後この壇上に、今回のアーティスト全員いてなんかフォトセッションじゃないけどそういうのもやりたいなと思ってますんで、はい、ぜひ観客の皆さんも撮り放題ですのでぜひ思い出に、撮っていっていただければなと思ってますんで最後まで、お見逃しなくということでね、また